腰痛の治し方を、ね、覚えて治っていただくために学校形式でお伝えしております。名前は腰痛アカデミーといいまして、今までに入会していただいた方は1万7000人以上ですね。でその治し方を覚えた方からどんどん治っております。午前中はとにかく本当の正しい原因を知っていただきたいんですね。で原因が分かればその原因を取っていけばいいわけで、あとはその、治し方を覚えていただければいいですね。まずは午前中に正しい原因を知って理解していただければと思います。それではなぜ今まで腰痛は治らなかったのかというところなんですけれども、実はまあ腰痛の治し方、教科書にも載ってないし、まあ、我々も実際に細かく習ったことがなかったからなんですね。だからも治ってない。でこれは何かと言いますと、厚生労働省が発表しているやつでして、